皆さんこんにちは、田中です。久しぶりの田中ラジオですが、皆さんお元気でしたでしょうか。ここ日本は夏真っ只中で、毎日セミの元気な声が聞こえます。さて、今日の田中ラジオのテーマはアルバイトです。アルバイトというのはご存知の方もいらっしゃると思いますが、主に高校生や大学生などの若い人がパートタイムでする仕事のことです。短くしてバイトということがよくあります。高校ではバイトが禁止されている場合も多いですが、卒業後は多くの人がバイトを始めます。今日は私が今までしたことのあるバイトの話を少ししてみようと思います。バイトの種類は本当に様々で、レストランとかカフェ、コンビニやスーパー、塾の講師や家庭教師、試験監督などなど、いろいろな仕事があります。私が人生で初めてしたバイトは、レストランのホールスタッフでした。大学生になりたての私は、レストランやカフェでの接客のバイトに憧れがあったので始めてみたんですが、一年ぐらい働いてみて、正直自分にはあまり向いてないなぁと気づきました。お客さんが来たら席へ案内して、注文を聞いて料理を運んで、お会計をして、ということを、同時にいろんなお客さんにするというマルチタスクを私はあまりうまくできなかったんですよね。接客をせずにずっと厨房で皿洗いをしていたいと思っていました。それでもだんだん仕事に慣れて、一緒に働いている先輩もいい方ばかりだったので、楽しく仕事をしていたと思います。ところで、長い間同じ仕事をしていると、その仕事でしている習慣が外でも出てしまうことってありませんか？私が働いていたそのレストランには、入り口にセンサーがあって、こうお客さんが入店するときに、ピンポーンっていうチャイムの音が鳴るんですけど、それが鳴ったらすぐいらっしゃいませって言わないといけなかったんですね。そのチャイムの音は他の全く違うお店でも同じ音を使っていることがあったんですけど、自分がバイト先じゃなくて全然違うお店に行った時にそのチャイムの音が聞こえたら、反射的にいらっしゃいませって大きい声で言いそうになることがよくありましたね。当時はそういう習慣が身についてしまうくらい、たくさんレストランでバイトをしてたんだと思います。そしてレストランでのバイトを辞めてからは、大学のオフィスアシスタントとか、家庭教師とか、いろんなバイトをするようになりました。中でもよく知っていたのが、大学の実験の被験者のバイトです。私が通っていた大学の心理学研究科や、工学研究科ではよく先生や大学院生が実験をしていたので、被験者のバイトの募集がよくあったんですね。実験のバイトはだいたい短い時間で終わるものが多かったので、空いた時間を見つけては大学の中にあるバイトの掲示板をチェックして応募していました。実験系のバイトで一番多かったのは、単純にパソコンの前に座って画面に出てきた質問に答えるというものが多かったんですけど、一番印象に残ってるのは脳波を計測するという実験でした。具体的にどんな実験をするのか事前に聞いていなかったんですが、脳波を測るために頭にジェルのようなものを塗られて、タコの吸盤のようなものをたくさんつけられたんですね。しかもちょっとその実験者の方が不慣れで、私の頭がジェルと髪の毛でぐちゃぐちゃになってしまいました。そのバイトの後、友達と会う約束があったので、もうどうしてくれるんだよと心の中では怒っていたんですが、表面上は笑顔で大丈夫ですよと言いながら、いい人のふりをしていたんですね。でもその実験は脳波を測るものだったので、そのイライラしている私の脳の状態が脳波に現れて、正直に表示されていたみたいなんです。それでその実験者の人が、あ、今怒ってますよね。すいません、すいません、とすごく謝ってくれて、ちょっとあの時は
心が完全に読まれたような感じがして恥ずかしかったですね。はい、そんな感じでいろいろとバイトの思い出はあるんですが、皆さんはどんなバイトをしたことがありますか？ぜひコメント欄で教えてください。今回も動画の中で出てきた単語や表現をいくつかピックアップして PDF を作りました。教科書にはなかなか載っていない単語を選びましたので、概要欄のリンクからぜひチェックしてください。前回の第3回田中ラジオの PDF は無料で配布しているので、まだゲットしていない方はぜひそちらからダウンロードしてみてくださいね。お知らせコーナー。今日は皆さんにちょっとしたお知らせがあります。まだ動画の中で発表したことがありませんでしたが、先日この YouTube チャンネルのメンバーシップを始めました。YouTube のメンバーシップというのは、月額制でクリエイターを支援するシステムで、メンバーシップに入ると、お礼としてメンバー限定の特典をゲットすることができます。メンバーになると、このチャンネルの動画やコメントするときに、自分のアイコンの隣にバッジがつきます。バッジの色は、メンバーシップに加入している期間によってアップグレードされていきます。また動画にコメントするときには私が作ったカスタム絵文字も使えるようになります。絵文字の数はメンバーの数が多くなるにつれて増えていきます。さらにメンバーの方限定で未公開のイラストやクリエイターの私自身の近況、おすすめの本、日本語学習のちょっとしたヒントなど、YouTube のコミュニティ欄で不定期に投稿しています。英語翻訳付きの日本語で投稿しているので、日本語を読む練習にもご活用いただけると思います。もしこのチャンネルのビハインドをもっと見てみたいという方や、田中に月1回コーヒーをおごる感覚で応援してあげるよという方がいらっしゃいましたら、概要欄のリンクをチェックしてください。もちろんメンバーにならなくても今まで通り動画はお楽しみいただけるのでご安心ください。お便りコーナー。今回も皆さんが田中ラジオに送ってくださったお便りを少し紹介したいと思います。まずはペルーのリビスさん。英語と日本語にどのフォントを使っていますか？ということで、英語のフォントは実は私が自分で作ったものです。私の手書きの文字をパソコンに取り込んで作りました。日本語のフォントは動画によって使うものが変わるんですが、この田中ラジオで使っているのはユーゴシックというフォントです。本当は日本語のフォントも自分で作りたいんですが、ひらがな、カタカナ、漢字を合わせるとものすごい数になるので、ちょっと大変でまだやっていないです。続いてアメリカのリュウさん。日本で英語の先生になりたいのですが難しいですか？というご質問をいただきました。そうですね。日本で英語の先生になるにはきっといろいろな準備が必要で、もちろん簡単じゃないと思うんですが、一番いいのは実際に日本で英語の先生をしたことのある方の話を聞くことだと思います。なので、もし皆さんの中にそういう方がいらっしゃいましたら、ぜひコメント欄でその経験をシェアしてほしいんですが、私の知り合いの中には、JET というプログラムを利用して日本で英語を教えている方が何人かいました。1年くらい日本の小学校とか中学校に配属されて英語を教えるというプログラムのようなんですが、配属先が東京や大阪などの大都市だけではなくて、九州や東北など本当に日本中にあるみたいなので、旅行などではなかなか行けないような場所に行けたり、地元のお祭りなんかにも参加して、すごくいい経験ができたという話も聞いたことがあります。このプログラムは応募者が多いはずなので狭き門だと思いますが、興味があったら一度調べてみるといいかもしれません。
皆さんたくさんお便りを送っていただきありがとうございます。すべて動画内で紹介することができないので残念ですが、すべて読ませていただいてます。お便りは概要欄のリンクからお送りいただけますので、質問やメッセージお待ちしています。それでは今日も聞いてくださりありがとうございました。また次回お会いしましょう。